僕のギターどうもそうじゃないそうですということで、最初に言っとくんですけど、今回の動画多分キモいです多分今回の動画は僕いつも以上にね、いつもはもうキモいけどいつも以上にキモいと思うんで、まあその辺はねちょっとキモすぎるの嫌だっていう人はね、ちょっとあの動画閉じていただいてっていう感じなんですけれども、まあ今回はですね、皆さん今乃木撮のねツイッター乃木撮3がね来年発売されますけれども、その乃木撮3、乃木撮のツイッターにてとんでもない企画が行われていることをご存知でしょうか。まあご存知だと思うんですよね。これ見てない人多分いないとは思うんですけれども、公式ツイッターにてとんでもない企画が行われていまして、まあ過去にはね顎乗せとかねあったと思うんですけど、この乃木撮、まあ、それと同じような感じで、今回はなんとですね、まず一つ目膝枕チャレンジというねもう名前だけでやばい、もう名前だけでやばいけど、この膝枕チャレンジっていうのが行われていて、まあちょっと前からもう12月11日からかな始まっているんですけれども、まあ2人ペアみたいな感じでこうお互いこう膝枕をしていく、されていくみたいな感じの、まあ、動画がね上がっているわけなんですけれども、もうこれがやばいとこれがやばいと、もうね全ペアというか全メンバーに言えることですけど、もうだから膝枕目線なのよ、もうだから僕に膝枕してくれましたよっていう感じなのよまあそれは違う、それは違うけど、そのペアでねやってるから全然違うんですけど、その目線としてはもう完全にこう膝枕なのね、膝枕でもうめちゃめちゃ近いというかさ、もうだからこの目線なのよ、ここに来ちゃったみたいな、メンバーがここにメンバー来ちゃいましたよみたいな目線なんですよね。もうそれがさまずやばいじゃん、それがまずもう可愛すぎて、全員ね全メンバー可愛すぎるし、あとこうそれぞれのペアによってというか、この個性が溢れてるもう何言ってんだお前っていう感じで、個性が溢れてるというかね、その最初おいでってやってからこう来るペアもいたりとかね、来るメンバーもいたりとか、もういきなり膝枕しちゃいましたよっていう、いきなり膝枕チャレンジみたいな、ね、感じのこうメンバーもいたりとか、まあやっぱそれぞれのペアでこう個性がね溢れている、それぞれ違った感じで、もちろんねもうそれもまたいいんですよね。でまあペアとしてはアスカちゃんとサクちゃんがまず一発目来たわけですよ。あの衝撃でしたね、何この神企画はと何この神企画はって感じで、アスカちゃんとサクちゃんの、でアスカちゃんが膝枕される側っすね、アスカちゃんの膝枕チャレンジみたいな感じなんですけど、それがまず一番最初にあの投稿されて、もうこの時点でやばいと、おーやばいと、もうありがとうございますという感じだね。まあどういうことよ、もう実質僕がアスカちゃんに膝枕しましたみたいな感じだよね違います違うんですけども、そう、それが攻撃されて、でもそこはどん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 ね、ペアが水木とヨダちゃんペアだったりとか、まゆたんとレンタンペアだったりとか、あやねちゃんとゆみきちゃんペアだったりとか、ゆめちゃんたまちゃんペアだったりとか、もうどん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 投稿されていって、公開されていってみたいな感じでですね。でまあ、もちろん僕はもうアスカちゃん推しですから、一番良かったのはアスカちゃんとサクちゃんペアで、そのアスサクですよ。アスサクがもう当たり前だけど一番可愛かったです。アスカちゃんが膝枕されるのもそうだし、そのアスカちゃんが撮影者側の時ももうやばいんですよね。だからアスカちゃんが撮影、だからサクちゃんがの膝枕チャレンジですよね。サクちゃんの膝枕チャレンジの時ね、おいでってアスカちゃんが言うんですよ。おいでってアスカちゃんが言って、でもお前再現しなくていいんだけどね、もう見ろっていうね、見てくださいって話なんだけど、そうおいでって言って、もうなんかワンちゃんみたいなワンちゃん可愛がってる時みたいにさ、あさきちゃんの顎をさやし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 みたいなさ感じでアスカちゃんやってて、それも面白かったりとかしたんですけども、もちろんねこうペアがアスサクがねもう一番良かったんですけど、まあそれ以外でね僕が良かったので言うと、まあねやっぱ5期生ですよね。まあこれ結構最近ですけど、まあ、昨日とかかなとは思うんですけど、そこ今までアスカちゃんとサクちゃんペアとか、水木とエラちゃんペアとか、あの5期生以外のメンバーが来てたんですけど、そしたらさその後に5期生来ましたというかね5期生来るかと、5期生ついに来ちゃいましたかという感じで、今の段階で言うと5期生で言うと渚津と、あと、ナオマオと、あと、テレサバンと、ひなちゃん。この、多分3組かな、が公開されているんですけれども、このね、やっぱ、ナオマオがね、いい。ナオマオがトウトすぎるのよ。ナオマオマジでやばかったですね。両方やばい。ナオナオのチャレンジもそうだし、イオキちゃんのチャレンジも。もう、どっちもね、いいんですよね。でも、まあ、いや、でも特に、なおなおのチャレンジかな。なおなおが膝枕される側の時、ね、ゆうきちゃんが、
もちもちだねーってそんな感じじゃない。お前イオキちゃんなんだと思ってんだ、もちもちだねーってね、めちゃくちゃもうさ、わかんのよ、やっぱ近いからさ、もう動画越しでもそのもちもちなのがね、わかる、伝わってくるんだよね。イオキちゃんがこうなほっぺ触っててマジでもちもちやなっていうね、感じで、もうこのナオマオはねやばかったですし、あとね、あの結構何組か何組か言ってたけど、赤ちゃんみたいって言ってたね。なぎさつとかも、あのさつきちゃん、あ、なぎちゃんがのチャレンジの時かなとかね、さつきちゃんが赤ちゃんみたいだねって言ってたとか、あのカッキーとゆなちゃんの時もね、あの赤ちゃんみたいだねって言ってたけど、結構赤ちゃんみたいって言いがち赤ちゃんみたいって言いがちなところはねあるんですけど、いやでもほんと全メンバーやばいですよ。全ペア個性が溢れてて、もうめちゃくちゃなんで、もうだってもうさ、膝枕チャレンジよ、膝枕よ、もうその時点でねやばいと思うんですけど、もう膝枕チャレンジがねとんでもないと、もうやばいという感じなんですけれども、これだけではなんと終わらなかったと乃木里さんやるねあんたねってね、もう何様だおやってなんですけど、これだけではなくて、なんともう一つあって、それがソイネチャレンジでございます。え、これは僕と添い寝するチャレンジってことですか？違います。違いますね。膝枕チャレンジと同じペアで2人で添い寝して、そういうねするっていう、そういうねチャレンジっていう感じなんですけど、これもまたねいいんですよね。膝枕チャレンジとはまた違った良さがあると言いますか、もう2人ともねこう寝転んでるわけですよね。2人とも寝転んで、その上から目線みたいな、でもこういう感じだね、2人をこう見てるみたいな違います、気持ち悪いこと言わないでくださいね。だから上からのカメラ で2人が寝転がっててみたいな、そのさあ寝転がってるのを上から撮るのもまあなかなかないじゃないですか、そういう目線というか、だしだからそういうのもめちゃくちゃいいなと、めちゃくちゃいいなとか、もうマジでいいんですよ。なんかちょっと冷静になっちゃったけど、冷静になったらすごい今までの自分キモかったなって思ったんですけど、まあそれもいいですし、そうなんで密着具合と言いますか、まあ、特にねこの添い寝チャレンジでよかったら、もちろんねアスカちゃんとサクちゃん、アスサクはもう殿堂入りです。殿堂入りでね、もう1話なんですけれども、その密着具合でねよかったのが、クボちゃんとセイラちゃん、クボちゃんとねセイラちゃんはもうね、セイラちゃんがめちゃくちゃクボちゃんにねくっついてたりとか、あとヨダちゃんとミズキ、ミズキとヨダちゃんもね、これはもうヨダちゃんがねインスタのストーリーとかでも言ってましたけど、もう積極的にもうガンガンミズキに行くわけよ、もうチューしちゃうっていうね言ってたもんね、チューしちゃうからみたいな、それぐらいもうくっついてたりとかして、もういいですし、でそのなんか絶妙なこうね、距離感のペアもいたりとかするわけですよね。ユミキちゃんとアヤネちゃんとかね、頭ゴツンとかねやってたりとか、そういうやっぱこの添い寝チャレンジでも、ね、添い寝2人で添い寝してる中で何をするのかといったところが、それぞれのペア本当に良さが出ててというかもうみんな可愛くてもう最高なんですよね。まあおそらくこの添い寝チャレンジはまだねあれですけど、 5期生もね、5期生の添い寝チャレンジもおそらく来ると思うんで、ちょっとそれもね楽しみだし、まあ、5期生に関してはまだ あるのかな、膝枕チャレンジも追加でという追加でというか、他のメンバーも他の5期生もあるのかなっていう感じなんですけれども、もう楽しみでしょうがないよね、5期生大好きおじさんのね、5期生大好きおじさん5期生の添い寝チャレンジ見るのね楽しみで仕方ないから、まあ本当にねこの今行われている乃木里の公式ツイッターで行っている膝枕チャレンジ、添い寝チャレンジ、これとんでもないです、マジでとんでもないんでね、まあ万が一まだ見てない人いたらね、ぜひぜひ見ていただけたらなと、もう絶対見た方がいいんじゃないかなと思いますし、まあ、この膝枕チャレンジと、添い寝チャレンジを見させていただいた上で乃木里3を買わないのはもう罪よこんな素晴らしい企画をね見せていただいてて、乃木里は買わないみたいな、乃木里3は買わないみたいなのはもう罪ですね。警察捕まった方がいいそんな人はね、これ見たらもうね乃木里3欲しくなるしね、絶対欲しくなるし、もう買うしかなくなるんで、もうね本当にね、やり手ですよ乃木里さんはね、乃木里さんやり手ですよ、これはもうだって買うしかないもん、こんなん見せられたらね、買うしかないからっていう感じで、そしてだいぶ今回はキモく語ってしまいましたけれども、このね今乃木里ツイッターで行われている膝枕チャレンジ、添い寝チャレンジもマジで最高なんで、とんでもないんで、まだ見てない人いたらですね、見てみてくださいということで、今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ツイッターとインスタグラムもやっておりますので、概要欄からフォローできるので、フォローしていただけると幸いです。バイバイ。